国会では岸田総理大臣が反撃能力の保有を認めたいいきさつをめぐって論戦となりました。野党側は総裁選で安倍派から支持を得るためだったのではないかと追及しました。総裁選に勝つために、安倍派の支持を得るために、こういうふうに半年で勝ったんじゃないですか、どうですか。安全保障についても絶えずどうあるべきなのかを考えてきた。間違っても総裁選挙に勝つために思ってもみなかったことをこの言うようになったなどということはないということは、はっきりと申し上げたいと思います。岸田総理は2020年の総裁選で安倍路線を引き継ぐ方針を掲げた菅前総理に敗れた際には、反撃能力の保有について慎重な考えでした。今回保有する方針に転換したいきさつについて、岸田総理は、さまざまな議論が行われる中で、さまざまな行動、考え方が交錯した中で、2021年に保有が必要との考えに至ったと説明し、総裁選に勝つためということはないと述べました。また北朝鮮のミサイル技術の向上などを挙げ、国民の命や暮らしを守るため現実的に考えたと強調しました。